それが今日のこの十二章に書いてある、うん、はい、女性が、はい、身重になります。男の子を産みます。その時そのお母さん、はい、お母さんは7日の間汚れます。なぜ？赤ちゃんを産んだから、はい、赤ちゃんはすなわち罪人だから、罪人の罪をお母さんは受けるの、汚れるの。肉体もそうでしょうけれども、はい、心がまた汚れる。汚れるっていうのは一言で言うと、神様を信じない性質を持っていますよということ、神の言葉に従わない性質を持っていますよということ、うん、その女は月の触りの不浄の期間のように汚れます。8日目にはその子の生まれた赤ちゃんの包皮、はい、包皮の肉に割礼をしなければならない8日目に、うん、ルカ伝の2章を見ていただくと、イエス様が、はい、生まれました。マリアさん、ヨセフさんは、はい、8日目に、はい、イエス様を連れて神殿に行きました、うん、そして、はい、祭司さんのところに行って、はい、割礼を施してもらう。そしてさらに女のそのお母さんは33日間血の清めのためにこもらなければいけないと、外を出ていて人と交わることができない、お仕事をすることができない、その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない、また聖女に神殿に入ってもいけない、汚れているから。33日間、はい、血の、はい、清めのためにこもっている。もし今度は女の子を産んだらどうなるか、はい、月の3の時と同じく2週間今度は汚れる。男の子の場合は1週間、女の子の赤ちゃんの場合は2週間汚れる。そして、はい、家にとどまっている期間は66日間、33の倍になる、ね、血の清めのためにこもらなくてはいけない。今でもそれはお母さんたち、ね、お産した後は、ね、はい、休んだり家にいたり、ね、入院していたりするわけです。うちのよしこ牧師は、ね、生まれて20日間この病院にいましたね、うん、非常にね、よしこ牧師はね、なんだろう、うん、ですからね、すごくね、お母さんも苦しいなんです。20日間になった、確かに。それで彼女の清めの期間が満ちたら、それが息子の場合であっても娘の場合であっても、はい、その女は全焼の生贄として一切の子羊を一頭と、罪のための生贄として家鳩の雛か山鳩一羽、それを、はい、会見の天幕神殿に、はい、祭司のところに持っていく、生贄を持っていく、羊か、はい、鳩か、全焼の生贄は、ね、神様に捧げますというこの捧げる、ね、はい、一生涯捧げますというこの捧げ物は、はい、これは一切の子羊を捧げる、ね、この子の罪が、ね、清められますようにというのはね、家鳩の雛か山鳩の一羽、それを持って、ね、捧げる、うん、そうすると彼女はその出血から清められる。これが、ね、決まりなの、立法なの、うん、そしてまた羊を飼う余裕がなければ、2羽の山鳩とか2羽の家鳩の雛を取り、はい、1羽は全焼、1羽は罪のためにと、こう言う。これを、はい、イエス様のお父さんお母さんは具体的にやってるんです。ちょっと見てください、新約聖書のルカの福音書。イエス様のお父さんお母さんはね、非常に神の言葉に、ね、忠実だったということが分かる。ルカの、はい、2章、2章が開かれましたならば、はい、
21節、ルカ伝の2章の21節に、8日が満ちて、8日目なの。幼子にかつれを施す日となりましたとこう言ってるの。8日目は、はい、男の子1週間でしょ、こもってるでしょ。8日目は、はい、かつれを施す日なの、うん、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。胎内に宿る前に御使いがつけた名前ですよ。天使がつけたの、ガブリエル、うん、かつれを施す日。モーセの律法による彼らの清めの期間を満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子のウイグは全て主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてあると。最初のウイグは、イエス様は長男、ウイグは神様のものなんだ。最初のものは神様のものなんだ。だから神に捧げられるべきものなの。そして主の律法に山輪と一つがい、または家輪と三輪と定められたところに従って犠牲を捧げるためであったと後悔。さあ、これは8日目には、今のレビ記の12章のように、はい、8日目には、はい、割礼なの。8日目には割礼なの。33日経った時に、はい、イエス様男ですから、はい、お母さん33時間、はい、こもってたの。清めの期間が満ちるまで神殿にも行かない、清めの期間満ちたら息子の場合であっても娘でも、はい、全焼の生贄として羊あるいは鳩、うん、貧しい場合は、はい、家場と山場と、はい、全焼の生贄、捧げるもの、生涯を神様に捧げるのと、はい、罪を清めてもらう二種類を持っている。この夫婦は貧しかったので、はい、鳩で全部終えたの。33日終わった時にこれは、はい、生贄を捧げたの。8日立った、8日目の時は割礼を施したの。ちょっと期間が、ね、あるんですけれども、はい、その2つがこのルカには記されていると、こういうことになります。ということで、神様は人間というものは生まれつき汚れたものであって清めを必要とするんだということを宣言した。そして同時に、またその清めのための必要な、はい、犠牲、代価ですね、犠牲、はい、犠牲も神様は、はい、備えてくださって、羊をあるいは鳩を備えて、はい、この汚れを清める、はい、それで神様のために生涯が、はい、捧げられるという、はい、この掟を決めておいてください。これは異邦人、偶像崇拝の異邦人にはない出来事なんです。私たちにはない出来事なんです。ユダヤ人はですけれども、これが8日目に、そして8日プラス33を足して41日目に、はい、この生贄を捧げるということに、神様のものになる。それで彼らは小さい時から何を教えられるかというと、はい、神の律法、モーセの律法、モーセ五章を丸暗記させられる。それで12歳になると、彼らは、ね、バルミツバという、日本でいうと元服式がバルミツバと、バルっていうのは子供、神の子供なの、神の子供になる元服式がある。それでおどこにこのトキンといいますかね、神の言葉の入ったね、日本でいうと天狗ですね、天狗のあのつけてるおでこに天狗がこういう箱をつけてるんですよ。あれをつけるんです、うん、ですからあの天狗っていうのはね、あのユダヤ人が日本に入ってきた印だという人がいますけどね、そう、あの陶器の中にはね、神の言葉が入ってる。ですからユダヤ人の子供たち、はい、特に律法に熱心なパリサイ人とかそういう子供たちは
今でもそれをやっているんだ。モーセ五章を丸暗記している、神のことを丸暗記している。私たちが一番知っているのはそれはパウロです。もちろんペテロやヨハネたちも聖書はやっぱり詳しいわけですけど、パウロはまさにね、レビン、はい、その学者ですから知ってる。神の言葉を日々、ね、毎週毎週神殿に行って唱えて、はい、それで神を礼拝する、うん、神を礼拝して1週間の生活をする、うん、神の言葉が、ね、玄関に、ね、鴨居に、うん、玄関に、はい、そこに掘り付けてある、うん、その言葉に従って彼らは生活をする、うん、そして聖なる、はい、国民としての生活をするわけ。私はヘブル人です、ね、私は生まれながらのパリサイ人の子供です、はい、熱心についてならば誰にも引きを取らないほど熱心なものでした。教会を迫害するほどのものでしたとパウロはそう言ってる。神の言葉に彼は従って、律法に従って生きてた。そして何をしたかというと教会を迫害した。教会は別に神殿で集会やるわけじゃないです、はい、律法学者たちは神殿でしか礼拝できないですよ、うん、はい、律法を破って、はい、安息日にも礼拝やってるし、はい、安息日、主の、はい、主の初めの日にも礼拝やってる、うん、はい、神のことを破ってるとみなして、はい、律法に照らし合わせて、はい、パウロはクリスチャンたちを迫害をしている。私は神の掟を知らないものだ、誰よりも詳しいんです。神の掟が何であるかということを知らないもの。テサロニケの次のテモテの、はい、一章を見ていただきます。後悔、私は以前は神を汚すものだとこう言って、迫害するもの、暴力を振るうもの、それでも信じていない時に知らなくてしたことなので憐れみを受けたんです。神を汚すものだとこう言って、律法を一生懸命守っておったんです。神を汚すもの、はい、その彼にイエス様は現れてください。どうしてあなたは、ね、私を迫害するんですかと、ね、教会を迫害していたら、ね、パウロ天から光の中に現れたイエス様が私をなぜ迫害するのか、私と教会は一つだということを彼はその時知ったわけです。教会とイエス様、イエス様は教会の頭、はい、教会はイエス様の体、頭と体は一心同体なの、うん、その、はい、教会を彼は迫害した時イエス様はなぜ私を頭を迫害するのかとこう言った、うん、神様と教会、イエス様と教会は一心同体ですよとこう言った。私たちはですから今日も教会の中に来て、うん、神を礼拝している、神を褒めたたえている、うん、神の言葉を、ね、聞いて、はい、そしてそれを実践すべく導かれている、学んでいるわけ、はい、レビ記は、はい、清くないと神に近づくことはできないというのがレビ記のテーマ。どうして近づくことができるか、はい、それは今の、はい、子羊の血、イエバトの血、はいはい、血によって、うん、犠牲の血によって清められ、うん、そして幼子も清められ、うん、お母さんもまた、ね、清い、ね、体になって、うん、神様に、ね、教会に礼拝に集うことが許される、うん、社会に出て行って神を真理を明かしすることができるものになる。今からこれ
紀元前1500年のこの出来事ですからね、モーセの出来事。今から3500年前、神様の前に、ね、生きるためには清くならなくてはいけない、ね、清くなるためには血が流されないと、はい、清くは罪は許されない、清められないということを真理を教えられて、またそれを実践して、今私はイエス・キリストの血が流されました、うん、私たちの罪の清めのために、ね、罪の許しのために流されました。イエス様は私たちはただ信ずる、うん、信ずる信仰によって、うん、イエス様が神の子供であり、また私たちのために死んでよみがえったことを信ずるならば、はい、罪が許される、ね、許されたもの、神に愛されたものとして今私たちは生かされている、うん、その歩みは何、どうやるか、信仰の歩みなの。神の言葉に従い、もっと言うなら聖霊様に従い、信仰に、神様を信ずる信仰によって、うん、信仰とは何ですか。神がいること、うん、神が求めるものには必ず報いて答えを与えてくださることを信じなくてはならないと、ヘブル書の11章の6節は出てる。神がいて働いてる、うん、この私たちの日本の社会のその生活の中にも、自分の家庭の中にも、はい、社会の中にも神様がいてくださる、うん、全てのものの上に、全てのものを貫き、全てのものの中に神様は、はい、生きておってください。この花の上にも花の中にも、はい、花を貫いて生きておってください、うん、そして神様はご自分の、はい、技を、はい、この世界を、はい、支配しておられる。天と地と海とその中の全てのものを作った方は、はいはい、私たち人間を、はい、清めに導き、はい、救いに導き、永遠の神の国へ向かって信仰の歩みをこう導こうとしている。教会を用いて、はい、それを知らない人々、神の救いを経験しない人たちに、はい、福音を伝えさせようとしている。生きて働いている。教会時代、今2000年末、ね、最後の週末の2000年の終わりを迎えている、ね、神様の救いの技、借り入れの技で、作物というなら収穫の時を、大収穫の時を今迎えている、うん、私たちは、ね、どのような歩みをしたか。もちろん、はい、この世のパンのために働く必要があります、ね、はい、落ち着いて、ね、平和な生活を送る必要があるし、はい、同時に、はい、神の技を、はい、永遠に至る神の言葉のために働きなさい、ねね、死んでしまう、はい、このパンのためではなくて永遠の命に至るこの神の言葉のために働きなさいとイエスもおっしゃってますので、はい、クリスチャンたちはこの地上の、はい、このパンのために働くと同時に永遠の命のために働くわけです、うん、その家庭に使わされて、その職場に、はい、使わされて、神様を明かしをするべく、はい、そこでパンを作ったり、パンを食べたり、パンを与えたりしているわけです、うん、ということで、はい、今日は生まれつきの、はい、お母さんの清め、はい、幼なの清め、はい、これに対する、はい、神様の、はい、この真理、はい、救いの真理、清めの真理、はい、これを学ばさせていただきました。それではご起立いただきます。歌集の321番ハレルヤとなる、これを歌って最後に終わります。歌集の321番、
私のためにお祈りします。手をやめるところにおいてください。ハレルヤ。天のお父様、ありがとうございます。この婦人の清め、お産の清めについて学ぶことができる感謝をします。聖霊様、我らのためにキリストの血潮が、羊の血が流され、それによって罪許され、清められ、神との交わり、神への礼拝ができるもの、神に従って歩めるものとしてくださったことを感謝します。どうぞこの年の歩みを豊かに祝し、この新しいまた一周の歩みをどうぞ祝してください。神の言葉を聞き、また神の言葉を実践し、神の言葉に従って歩むこともできるものとしてください。聖霊様、お一人一人を心に満たし、聖霊様に満たして、どうぞ平安を与え、喜びを与え、感謝の歩みができますように導いてください。お願いをいたします。信仰の霊、イエス何のと前を縛る。傲慢高めの霊、イエス何のと前を縛る。どうぞ主がお一人々のやめるところに置いてください。魂よ、イエスの皆によと前を命令する。完全に健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ、健やかになれ。イエス様の歌いで傷によってあなたは癒された。イエス様の歌いで傷によってあなたは癒された。聖霊様、どうぞ我に生きる信仰を与えてください。あなたの言葉を信じます。十字架を感謝します。イエス様の御血潮を感謝します。愛するイエス様の皆によって信じ、感謝して祝福します。アメン。それでは章へ行くと、リビングプレイズ14番、ハレルヤハレルヤ。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わり、御前にあります。愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後も、いよいよ限りなくあらんこと。アメン。そこで映画伝道をいたします。今日は1940年頃の作品ですね、ビクター・プレミング風と共にサリノワを作った有名な監督ですね。我は海の子というね、はい、漁師の物語、そして、社長さんの子供と漁師の、はい、交わりの物語、ね、私も漁師になりたいというね、素晴らしい、その漁師の信仰者の漁師と愛されている、その物語、はい、今週は田沢湖にお邪魔いたします。よろしくお願いします。はい、上半期の感謝させましょうということで、封筒はここにありますので、どうぞご参加ください。あとは何かありますか。森兄弟は今日は、はい、休養、彼は、ね、獣医さんですので休養が、まあ、ちょっとできるんです、はい、教会学校から来ますということで、1位からですね、教会学校、はい、兄弟はそこから出席しますということで、よろしくお願いします。はい、この教会はインターネットによって国内海外に発信しております。また花巻のこの教会も、はい、午前礼拝を世界に発信しております。はい、フィリピン、オーストラリアに、伝道開拓してもう10年近くなろうとしておりますが、
先だってはオーストラリアブライン・カトリン、はい、姉妹たちが、20人の学生さんを連れて、はい、日本に来られました。ケイトさんというもう一組のね、夫婦、学校の教師ですね、教師たちが子供を引き卒して、各地を、日本各地を回ったりホームステイをして、帰られました。そのオーストラリア、フィリピンはニンファさん、ヤマさん、これはバレンシア市、ミンダナオ島のバレンシア、今、イスラムの、はい、アブサヤフというそのグループと IS の、はい、協力でいろんなテロが起こっているようですが、はい、その危険のだということで場所を変えたらしいんですけどね、連動の場所、住まいを変えたらしいんですが、覚えていただきたいと思います。ニンファさん、ヤマさん、子供さんはもう長男は、はい、大学生ですかね。あ、メイタンですね、はい、メイタンというとマサキ君ですね、うん、その他何かありましたでしょうか。はい、今月の暮れ、はい、23日の週は白馬に遠くの賛美大会で辞典、になりましたので辞典、はい、の他の辞典と比較してうちが、まあ、選ばれて、参加が許されましたのでそこへ参加することになります。24日あたりからですかね、5日からかな、はい、あとは明日は旗日ですよね。旗日ですね、はい、チビック野球の子供たちは土曜日曜、はい、明日もまたあるんですね。明日はコーマまでやりに行くんです、はい、私もいつも、はい、彼らに付き添って、はい、そしてこの働きは教会のものだよ、うん、イエス様を信じるんだということを、はい、それを教え続けて今日に向かうと思います。それでは時間が来ましたので今日はそこまでにします。